はい、それではね、まず最初にこのクオードのですね、11L クラシックシグネチャーの、マットマホガニ仕上げですね、こちらの方を聞いていこうと思います。まずこのスピーカーの、ね、概要について、説明していこうというふうに思います。はい、こちらがですね、11L クラシックシグネチャーの、マットマホガニ仕上げのスピーカーになります。はい、こちらがネットを外したところですけれども、このネットなんですけど、これはマグネットでね、このフロントバッフルに、ね、装着できるようになってて、ネットを外してもですね、バッフルに穴がなくて非常にスタイリッシュに仕上がっています。2ウェイのですね、バスレフ型スピーカーになります。ツイーターはですね、25mm のテキスタイルドームツイーターなんですけど、特徴としてこのように見ると分かりますけど、ウェーブガイドというふうに説明されてますけれども、ちょっとツイーターが奥まったところにあって、そこから緩やかな、ホーンというかね、緩やかなこの形状のですね、ホーン型のウェーブガイドがついていまして、このウェーブガイドを使うことによってウーハーとツイーターのつながりを非常に改善しているというふうに説明されています。このユニットのですね、ボイスコイルなんですけれども、これはですね、アルミ合金が使われていて、通常のですね、銅ではなくて、アルミを使うことによってボイスコイルを軽量化していると。そして、強力なネオジウムマグネットをそれに組み合わせることによって、低質量で、強力な駆動力を得ているという、一見ね、低価格で簡単そうに見えるスピーカーなんですけど、このように非常にコストのかかったツイーターが搭載されています。ウーハンなんですけれども、これ写真からも少し分かりますけど、クロスケブラーコーンというね、軽くて強度の高い繊維が、編まれたですね、ウーハーが使われています。そして、軽くて、強力な紙よりもね、はるかに強くて、軽いかどうか分かりませんけど、紙よりもはるかに強力な振動板を使うことによって、リニアリティの高い低音が得られるというふうに説明されています。はい、これ、バイワイリングに、ね、対応していて、バスレフのポートはこのように2つあります。そして、ちょっと写真から分かりにくいかもしれませんけど、これはクオードの、ね、最上級の機種にも採用されているような非常にしっかりしたです、ね、スピーカーの入力ターミナルが採用されています。バイワイヤリングに対応しています。これそこから見たところですね、そこには何もなくて、ただの、四角い箱というふうになっています。はい、こちらがですね、スペックですね。2ウェイのバスレフのブックシェルフ型、広域は 25mm のシルクドーム、ウーハーはですね、125mm のクロスケブラーコーン、能率は 87dB、 周波数特性は 48Hz から 22kHz プラスマイナス 3dB、クロスオーバーの周波数は 2.8kHz、 インピーダンスは 6Ω、 バイワイヤリングに対応、重量は約 6.3kg、メーカー希望小売価格がですね、ペア9万円という、こういったスピーカーになっております。じゃあ早速ね、こちらをですね、先ほど紹介した、こちらのですね、はい、このですね、豪華な組み合わせでですね、エソテリックの超豪華な組み合わせでね、聞いていこうというふうに思います。
Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you?Strangeness in her smile. Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart?Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a coldLowly, lowly work of art. If you missed a train, I'm all. You alone, I am cold. You can hear a whistle blow. A hundred miles. A hundred miles. You can hear a whistle blow. A hundred miles.
コードのね、11L を聴いていました。ちょっとね、他のことに気を取られてね、この今やってますけど、このソフトのね、切り替えね、これちょっと忘れてましたけど、まあ、あの曲が変わるので、ご容赦ください。まあ、最初に聴いたのがこのセセラギ、そして、弦楽セレナード、モナリザ、ギターとボーカルのデュオのモナリザ、そして、ピアノとボーカルのデュオの500マイル、そしてシンフォニー交響曲の新世界、このね5曲を聴いてみました。はい、まずあのこのせせらぎのソフトなんですけども、まあ、あのコード 11L のね、説明にもあったようにウーハーとねツイーターのつながりが非常に自然で、どこからがウーハーの音でどこからがツイーターの音っていう区別がねほとんどなくて、まあ、あのそのつながりの良さというのは十分に実感することができました。広域の透明感も高くて、音の広がりも大きくて、立体感の、ね、再現性に非常に優れているように思いました。弦楽セレナードなんですけれども、こちらはねあの中域がすごく太くて、まあ、あの厚みがあるなという印象を受けましたね。あの小型スピーカーでやはりあの中低音がね不足して音が細くなったり硬くなったりすることがあるんですけど、あのそのところをうまくコントロールされていて、非常にあの中低音に、ね、うまく厚みがのあのありまして、このね、本来の高音のねあの良さをですねスポイルしない、逆にあの低音がね中低音がしっかりしているからこそ、これだけしっかりした高音出してもね、音がついてくるのかなというふうに思います。弦の音はですねちょっとパサついていて、もう少しあの艶がね欲しいというふうに思ったんですけども、まあ、これはですねあのエソテリックというメーカーのね音作りが少しちょっと硬めであることも影響しているのかもしれないです。まあ、真空管部あたりでね鳴らし上げるとこの辺ね非常にこのスピーカー艶やかになるんじゃないかなという気がしました。モナリザなんですけども、これはですねギターボーカルともにやはり中低音にねしっかりした厚みがあって音が太くて、まあ、それだけでも魅力的で、すごくこう耳当たりが良くてね、聞きやすいなっていうふうに思いました。高音のねあの透明感もなかなかのもので、まあ、デュオのねあのバランスも非常に取れていたように思います。ギターが強すぎることもなく、ボーカルが強すぎることもなく、双方のこの掛け合いのね、ところにもズレがなく、まあ、あの全体的に癖が少なくよく聞き込まれて作られたスピーカーだなという印象を受けました。500マイルですね、これピアノの音にはですね、まあ、全般的にどこの帯域がっていうんではなくて、全体的に、ね、ちょっとこうベールがかかったような、ね感じがしました。声とピアノもね、あの分離もね少し混ざっているような感じがしたんですけど、こう全体的にこうちょっとませこぜになっている感じは、決してそれがあの欠点というのではなくて嫌な感じではなく、まあ、なんとなくこう心地よくね、ふわっとした感じでね、あまり神経質にならずに音楽が鳴るので、いいんじゃないかなというふうに思いました。高音低音のねバランスの良さっていうのは先に聞いた3つのソフトでも感じたんですけども、ピアノがね、痩せることもなく、ボーカルが細くなることもなく、非常にあのバランスの取れた音でこのソフトを鳴らしてくれたように思います。最後に聞いたシンフォニーなんですけども、やはり金管楽器の音がね、小型スピーカーだとちょっと広域寄りになってキーキーカーカーってうるさくなりがちなんですけど、そういうことやっぱり全然なくて、金管らしいこの太い音っていうのがねうまく出たんじゃないかなというふうに思います。あと音場の広がりもすごく大きくて、自然なねホールトーンホール感が出ているように思いました。まあ、小型スピーカーで交響曲をね鳴らすのはなかなか難しいんですけれども、このスピーカーはその非常にですね、まあ、リアリティの高い臨場感を持って交響曲を再生してくれたように思いました。ではね引き続きこれのね色違いピアノブラックの方を聴いていこうというふうに思います。